アメリカのファストフード大手マクドナルドは3日イースターブルック CEO を解任しアメリカ事業を統括するマクドナルド USA のケンプチンスキー社長を後任に充てると発表しました解任の理由は従業員と関係を持ったことが会社の規定に違反したということですが詳細は不明ですイースターブルック氏は過ちを認め解任の決定を受け入れる意向を示しています